長胸神経は腕神経層の第5、第6、第7形神経から起こり全虚筋を支配する神経である。C5、C6 からの経路は注射角筋を貫き、C7 からの経路はその前面を通ってくる。C7 からの経路はないこともある。腕神経層と液化脈管の後方をゲーし、胸部の側面を全虚筋の下場まで走行しながら神経繊維を書く。 指状突起に分布させ、停止する。経路が長く浅いため、身長や外傷によって損傷しやすい。運動中の怪我としては、腕を広げた状態ではを強打してしまうというのが、典型的である。長期間重い荷物を肩に背負った場合に損傷する、こともある。外下下手術においては、乳がんの治療の液化リンパ節覚醒で、損傷することがある。 パーソネージターナー症候群によって障害が引き起こされることがある。症状が軽い場合は肩の後ろや肩甲骨がヒリヒリ痛む程度である。全虚筋が麻痺すると浴場健康を引き起こす。ただし浴場健康は相棒筋の麻痺によっても引き起こされる。この記事にはパブリックドメインであるグレーの解剖学第20番933ページ本文が 含まれています。ありがとうございます。